どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、火星でのろしのような現象を観測というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。昨日のパーセベランスのまとめ動画に続いて、今回も火星にまつわるお話をお送りさせていただきます。先月7月の17日と19日、火星を周回しながら探査を続けている探査機、マーズエクスプレスが、火星表面にて、のろしのような奇妙な現象が発生している瞬間を撮影しました。のろしのような現象が確認されたのは、標高1万6000メートルにもなる火星で3番目に高い山、アルシア山です。これで3番目というんですから、本当に火星は巨大な山がたくさんあるんですね。そして、こののろしのような現象は、長さが 1800km にも達するほど巨大で、なんと地球からでも望遠鏡でその様子を見ることができるそうです。では、こののろしのような現象の正体は一体何なんでしょうか？これは AMEC と名前が付けられているアルシア山に現れる特徴的な雲であるそうです。アルシア山は火山なので、AMEC は火山活動によって上がる、噴煙のようなものみたいなイメージが浮かぶかもしれないんですけど、実際に AMEC は水の氷が集まったものとなっています。そして、実は AMEC は今回の観測以前にもその姿を何度か観測されてきました。実は今表示中の画像自体が2018年の10月に撮影された AMEC の画像となります。AMEC は火星の南半球で太陽が最も高く昇る南至を迎える頃に毎年アルシア山にて朝方によく見られる季節的な現象なんだそうです。AMEC は早朝から約3時間ほど雲が現れて、数時間後にまた消えていってしまいます。そして、80日間にもわたって現れては消え、現れては消えといったサイクルを繰り返しているそうです。AMEC はその形成メカニズムが未だにはっきりとは解明されていません。ただし、火山活動は全く関係なくて、火星で吹く風がアリシア山の地形と相互作用を起こして、そういった雲を形成しているというふうに見られています。また、なぜ毎年この季節に、そして朝方にできるのかという発生時期についても謎が残っています。たくさんの探査機が送られるなどして、火星は積極的に探査が行われ続けているので、この AMEC についてもその謎が解明される日もそう遠くはないかもしれません。そして、火星には今回紹介した AMEC 以外にもいくつか奇妙な現象が観測されています。それらをまとめた関連動画も、再生中の動画の概要欄、もしくは終了画面から合わせてご覧になってみてください。はい、ということで今回のニュースの解説は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙関係の最新ニュースや雑学といった動画を毎日投稿するので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。